自分に自信を持つ方法も教えてください。で、自分に自信を持つ方法はですね、成功体験を積み重ねるしかないですよね。で、あと成功体験を積み重ねる過程がまずとりあえずしんどいと思うんですけど、とりあえず成功体験さえ作っちゃえば自分、まあいいループにはまっていくと思うので、何かに成功しました。で、あ、自分って頑張ればこういうことできるんだ。じゃあ次もやってみよう。っていうので、どんどん成功体験が積み重なっていくっていうパターンですよね。その時に成功体験を1個作るのが大変だと思うんですけど、その成功体験っていうのを何か大きなものとして捉えずに、本当に身近なもの一つ一つに成功体験を感じる。なんだろうな。今日も早起きできたとかでもいいんですよ。今日、歩けたとか、歩けたっていうか、じゃあ、普段より運動したとかでもいいし、今日もね、机に30分迎えたとかでもいいし、昨日より成長だみたいな。昨日より1分以上長く勉強するっていうのを毎日毎日、課すみたいな。自分の中で決めて、あ、今日もそれ達成した。明日も達成した。お、7日間連続、1週間連続で達成したじゃん。みたいなログインボーナスみたいな、なんかそういうノリで成功体験を積み重ねていく中で、まあこう中ボスみたいなね、資格だったり、あるいは大ボスとかね、まあ大学受験とか分かんないですけど、まあ自分の中で何を中ボス何を大ボスと捉えるか分からないですが、まあそういうふうにいろんな目標をこう気づいたら突破して、でその成功体験一つ一つを大切にするっていうのも大事ですね。なんかこう当たり前のように見えて、それってすごいことなんだぞって思うっていう、まあある意味では楽観的な考えを持つっていうのはすごくいいかなと思います。